しは毛ありません。わしは毛ありません。あと、ありがとうございます。モーさんの髪が薄くなったと聞いて、お、なんやなんや。ハートありがとうございます。呼んだ、うん。おはよう、おはようでやんす、おはようでやんす、おはようでやんす。朝からマウント取られた一本。はい、ももが今日一番言いたかったことは、11月27日28日の東海1、2部、3部完売しました。なんか学校でも今日の正午までだと思って、午前中はね結構ずっとそわそわしてて、帰るまでね、そう、まだ余ってるかなとかずっと学校でも気になってたんですけど、帰ってきた時に本さん乾杯してよみたいな感じであって、本当に本当にめっしかったです。そう、はっ、本当に嬉しかったです。メールの嬉しい多すぎて、だって嬉しかったからそのまま気持ちを書いたらあなった食べるの長い長いってめっちゃ食べるやんって。でも本当に本当に嬉しかったです。今まで一部、そう、一部は結構ね余ってることが多かったんですけど、本当に嬉しかったです。超嬉しかったです。あのメールを一息で言えますか。言えません。埼玉の東海のね、モーダンの隣、ランナーさんで汗で休んで休んで思った。どうするのかなーって。ね。子供で完売は、解除じゃない、ダメ、解除しちゃう。なんて読むのこれ。解去おはよう、乾杯、おめでとうです。嬉しいやんす。お、もう嬉しすぎてさ、やんすも大きくなっちゃうね。嬉しいでやんす。もう嬉しくなっちゃうね。快挙か、ありがとう。嬉しいでやんす、嬉しいでやんす。怪我しないで、すいません。そうだよ、本当に嬉しいです。ありがとう、ありがとう、もう大きいよね、もう、ありがとう、ありがとう。前髪崩れたら急に素に戻る人。ママは本当に嬉しいです。本当にもう何とお礼を言ったらいいかどうか、本当にありがとうございます。おまめにこれ集中力が上がるグミ。どれもありがとうございます。コン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 、のりけいこのクボン、ありがとうございます。そうだからね、みんなと、そう、みんなとたくさん話できるってことですよね。嬉しいです。嬉しい、楽しみ、嬉しいな。こんなに喜んでくれると思って、嬉しい。でもさ、今立ちたいと思ったんだ
上田くんだったけどまたかなって下寒くて脱げなかったんだもんそれ履いてるけど買いすぎたんで覚悟しててくださいね。いっぱいお話できるって方ありがとう楽しみです。結局見せるじゃんナイスツッコミかなりクマだった安心してください、履いてますよ。もうより先に言わないでいや本当に本当に嬉しかったです。嬉しすぎて昨日勉強も集中できましたモータンが喜ぶの見ると幸せになりますなんてありがとう、なんか超いいじゃんありがとう、コン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 、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、うん、いつもは集中してないみたいやん、うん、嬉しいです、嬉しくて口角が絶対に下がらない仕事行く前にモーター配信見れて嬉しいです、だって頑張ってね足形入った、タコさんありがとうございます、無理に下げないですいません、すいません、2000円、話すネタなくなったらお願いします、どんだけでも話してるよもうはどんだけでも話せちゃうけど誰もありがとうございます、笑いっぱなしだとずっと目が細いよ、そう、あ、これはパジャマじゃない、それちゃんとトレーナーパーカー、え、これそうパーカーなんですよ、だから後ろにフードのところに下がってっちゃって、首締まる、これが今インスタとかでよくついてるハッシュタグのパーカー女子ってやつどう、これパーカー女子、ございます、カービィは違うってちゃんとやるからカービィはこんなんじゃないって、こうだって、カービィはこれだよ、ぽやっ、丸ってあれそう、スケート選手みたい、確かに確かにそう言われるわ、そうだ、激に完全一致、モータンが消えた、カービィ現れた、それで投稿しよう、あのさ急にコメント早くならないで文字文字くんみたい、何それ誰誰やねん、朝なのに満月だ、それはもしかしてママの方パパに聞いてね、はい、アニメ
明日のは君だけ、そのままの君だけ。知らないの？鎖骨がセクシー。参加してました。でもこれ後で調べてみる。そういうものですよ。なんかめっちゃなんかすごくない？なんか骨感すごかった。でもありがとうございます。みんなそうですって。あら、そう。前に非公式でアヤとかがやってた。ああ、見た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 。あの全身タイツでちょっと下だけスカート生えてるやつでしょ。生えてるっておかしいか。はい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 、黒のタイツのやつでしょ。だるま、ありがとうございます。モータンが自分の体で気に入っているところはどこですか？腕ー、あ、ひどく見えちゃった。モータン全身タイツ似合いそうだね。モータンが全身タイツやったらもうね、丸すぎるよ多分。だってもう全身タイツってさ、ほんなんかすごいなって思う。メンバーとかが着てる時だってもうピシーだよ。もうあのピシーから出ちゃうよ、ほっぺ。もうそうピシってこうなってるじゃん。もうはみ出るはみ出る。収まんないの中に。ね、ほっぺは全員出ます。あれ。あとありがとうございます。ね、はみ出るわ、あろたってなって。あとありがとうございます。そんなことてんてんてんあるかも。それはそんなことないようにして。それではここでモモタンショールーム大人気コーナー、モモタン占い、イエーイ。それさんも全身タイツやったことあるけど、モモタンは NG ですが、別に NG じゃ全然ないけど、ただ回ってこないだけ。人気から大人気に。すいません、なんかスタイルいいから見てみたいです。お願いします。今クマさんだけどよろしいでしょうか。クマさんのズボンだけど、スタイルわかる。ダサい。めっちゃダサい。めっちゃクマさん。しかもさ、なんか靴下もさ、クマさんの可愛いやつはわかるじゃん。靴下さ、アースマジックのピンク履いてんの。ダサい。だって寒くて脱げなかったんだもん。ね、下がたぬきで笑ったんだから。クマさんだ。靴下なぜその色選んだ。洗濯物のところに干してあったからそのまま取ってきただけ。モータンいつも家でこんな格好してんの。これはいつもに増してちょっとダサめ。いつももうちょっとちゃんとしたの着てますよ。
ょっと今日のダサすぎたね。もうちょっとびっくりするほどダサかった画面に映った自分が。ある意味湧いた、湧いてくれたならよかった。洗濯機の置いてあったことは前にも履いてたからで、ね、違う干してたやつって、干しててもう畳み終わった後みたいな。そろそろ占いお願いします。すいませんそれでは今日のモモタン占い、今日はドリンク占いにしました。なんか毎日占いしてるとみんな好きなもの食べれないかなと思ってまず A型の方は炭酸水かっこレモン味、 B型の方はメロンソーダ、O型の方はカルピスソーダ、 AB型の方はジンジャーエールです。炭酸飲めない方はカルピスソーダをカルピスに変えるとか。メロンソーダ飲みたいだけやね。そうだよ、コーヒー来い。あ、なんかごめん、コーヒーちょっと飲まないなんで、了解ウォッチ。最近出かけてないね。なんか今日メロンソーダ飲みたい気分だなカルピスソーダでしばらく飲んでない。ほら、じゃあね、リリン頑張ってね。ファイトー昨日も薄いカフェオレ飲んだの。ちっちゃいやつ入れないで、薄いだけでいいじゃん飲んだの、飲んで氷入れて牛乳入れて。ハートたくさんありがとうございます、ありがとうございます。会社着くので2人2人します。本当におめでとう、頑張ってねお仕事クジラこそ本当にありがとうございます。特会楽しみにしてます、楽しい嬉しい楽しみ。え、2人になってた、わざとかと思ったそれもう俺やん。カルピスソーダ了解です。はい、レモンサイダーセブンにちょうどいいやつがある。そうなの、セブンだったらもうゆずレモンサイダーが好きね。メロンソーダの代わりにメロンジュース歌ったりですか。メロンジュースちゃんと大人ジュース恋は汗をかくもの。テロップ、クマさんのズボンが見えないように立ったら見えちゃうって言ってね、座る時も見えないようにちょっと今二重顎見えたはい、もう見えてもいいじゃんはい、ということでテロップ出します。じゃん、913日ありがとうございます。今日こそリベンジ、昨日なんかちょっとみんなに違うですよみたいな言われたから、負けず嫌いなんでもう一度違う図形を描きました。今回は、今日は本当にあのワークの問題をそのまま定規使って描きました、わざわざなんかもうフリーハンドじゃちょっとダメだと思って、あ、マットがなんか、この定規を使って描きましたごめん、あのパーカーが後ろに下がって首締まるちょっと一回かぶらせていただきます。はい、これです。これは X を求めなさいっていう問題で、こういう図形です。70度
X20°50°20°。はい、いきます。これはですね、まず分かった止まったってまずですね、ここが90度なんですよ、ね、ここが直径だから、直径のなんかどっかは絶対に90度になるから、まずここを90度にします。でここが90度って分かったら、次なんかここと何円周、ここ本当はね円ができるんですよ、こうやって円が引けるんですよ。でこういう図形があるとしたら、こういう図形のこことここは同じ角になるんですね。だからこれをちょっと邪魔だから抜いてで内接してるね、それそれそれでこことここは同じ角だから、ここが50度になりますですね。でここが50度になったら、もうあとは三角形の内角の和が180度だから、180+50して90+50して140、180-140で40で、答えが40度になります。はい、できた。もうこれ昨日もう5回ぐらい繰り返して練習したはい、これが円周角の定義です。大事なのは、まあここが直径と分かることと、まあここを90度と読み取れることですね。はーい。リハしたのって、リハっていうか、あの新数学ノートっていうそのワークがあるんですけど、ワークの問題をずっとやってたので、こんな感じでやってました。はあ、汚すぎ計算とかも意味わかんないこと書いてで、こちらは説明を書いてたやつです。解読できないってそれがもうね、あの自分で説明書いたんですよ。そう、ここら辺に自分で説明書いたんですけど、なんか汚すぎてよくわかんないから書き直したそう、やっぱちょっと邪魔だな。昨日夜ね1時半までやりました。どうだ、これが受験生漢字もね、ちゃんと書いてるよ。書いてるっていうか、あの覚えました。でもなんかさ、間違ってたら怖いからみんなに見てほしい。なんか漢字いつも間違ってるの。これ。こちらと、こちらと、こちらと、あ、備えてなかった。間違ってないですか？字は綺麗どうですか、これみんなに答え合わせしてほしくて1時半もたって、本当だって英語と数学をやってたらなんか長引きました。メールで送って、メールで送ったら確認してくれるそうです。はい、ももは昨日
はね英語と数学をやりました。一番苦手なやつ一番苦手なやつをやりました。時間大丈夫？あ、本当だ、話しすぎた。ランキング読みます。お時間大丈夫だですよね。ごめん、読みます13位の生まれたのおもとの方、ありがとうございます。全然時間見てなかった12丸のミツバチのおもとの方、ありがとうございます。喋りすぎ定義11の真ん中だけおはげちゃんのポンポン振ってるおもとの方、ありがとうございます。10位の七角さんのアバターの方、ありがとうございます。9位のトップ10のアバターの方、ありがとうございます。8位のワンちゃんのアバターの方、ありがとうございます。ラッキーセブンのネギのアバターの方、ありがとうございます。6位のうさちゃんが人参かじってるアバターの方、ありがとうございます。5位の納豆のアバターの方、ありがとうございます。4位てんてんのひーちゃんのアバターの方、ありがとうございます。ありがとう、ウェブラへのいけない人へのメッセージが嬉しかったです。いつか来てくれる方待ってます。いつもね、宣伝のね、来れないのに宣伝の写真とか作ってくれてありがとう3位、あれ4位が変わった。4位のポンポクパン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 のたぬきがめっちゃ前にギター弾いてる方の方、ありがとうございます。3位の生まれたのあぶたの方、ありがとうございます。いつか絶対会いに行きますね。いつか会いに来てくれること絶対待ってますね。2位の平野もなちゃんのおもとの方、ありがとうございます。それでは今日の1位ピンポンパンポン、まずはサイダーレモン買ってきます。はい、気をつけてねピンポンパンポン、ジャガジャガジャガジャ。今日の1位はのトップ10のおもとの方、ありがとうございます。はい、じゃあ、ちゃ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 前髪薄くしすぎた結果もうちょっと増やした方がよかったね。3本ぐらいに分かれちゃった。それではいきまーす。ありがとうございます。私も大谷にあるのワクワクです。もうみんなに会えるのワクワクしすぎてワク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 超楽しみです。みんなとお話できるのが楽しみ楽しみ楽しみ本当に27、28完売、本当にありがとうございます。2週間連続みんなとお話できるということで、楽しみに楽しみに超楽しみに待ってます。来れない方もまたいつか絶対会いましょう。ということで、星もギフトもありがとうございます。2619人の方、朝から見てくれてありがとうございます。今日の大富豪は7時45分から7時55分までやりたいと思います。ももは大富豪対戦よろしくお願いします。本当にありがとうございます。それでは2にしたいと思います。左手出して右手出して、せーの。
お仕事学校頑張ってください。バイバーイ。バイバーイ。